場面でお化けっていうような、まあ、そういう恐怖の場所に出会うって人間生きてて多分ねない、まあ、ほとんどないと思うんですけど、そういう人たちが見ても、あ、自分がここに立ったら、まあ、こういう表情になるかもとか、こういう声出ちゃうかも、なんかそのリアルな恐怖感みたいなのはすごくやっぱこだわって出していきたいなと思ってて、なんか本当に用意されたセリフを言うんじゃなくて、ただもう熱いなっていうか、まあ、もうその強いすごい熱い方と一緒に作品を作れるっていうのは僕もなんかすごく楽しみですし、すごく気合も入ってますし、だから本当にその監督の熱さに負けないように自分の熱量を出してしっかりこの剣士という役をやり切れたらなと思います。今回僕のこれまでの作品と比べて、そのより役者さんを大量に必要とする構成だったんですね。だからこう脚本作りと並行して作品の内容に賛同してくれる演者さんたちをこう集めていきました。でそれで彼ら一人一人と会って、その持ち味とか個性を見せてもらった上で、脚本上のキャラクターともすり合わせをして、で中にはアングラ芝居で相当な経歴を持っているような方とか、逆に今回プロとして芝居をするのが初めてっていうような中高生の子まで集まってくれたん で彼らを3ヶ月間かけてぶつけ合って煮詰めていくっていう作業は、これは本当に今までの僕の作品にはなかった楽しみでしたね。もちろん最初はホラー映画とは、現在ホラー映画が置かれている状況とは、でその中で芝居することとはっていう、そういう講義から始めさせてもらったんですけど、である程度彼らが出来上がってきた以降は、小野塚くんもその中に混じってもらって、で多分孤独だったんじゃないかと思うんですよね。キャラが出来上がった子たちの中に放り込まれるっていう感覚は、でももしかしたらケンジの感情を理解するのにその感覚って役に立つんじゃないかっていう、まあ、そういう計算はありましたね。顔出さなくなったんだよね。時刻に参るフィルムパートナーズ監督川松直義、映画時刻に参るヒット祈願し並びに撮影安全祈願し立て祭る直心願成就謝罪少女と記念の音はい、ここ数年の映画ってこう表現っていうことに対してすごくブレーキがかかってると思っていて、で今回も本当にプロデューサー皆さん のお力添えもあって、表現にブレーキをかけずに脚本を僕はかけたんですよ。そう、まあ、やっぱり監督ってインする前にすごい不安なことがいっぱいあるんですよ。自分が仕掛けたこう、まあ、美術的なことだったり特殊メイクだったり、まあ、もちろん俳優さんとの演技だったりで、その仕掛けがうまくいくかなっていう心配があって、ともすればインするの怖いっていう気持ちになることもとても多いんですね。今回はその気持ちをこう楽しみだっていう気持ちが上回ってます、うん、その仕掛けがものすごいね、毎日毎日こう仕掛けがある撮影ばっかりなんですけど、その一つ一つを早く現場で形にしてみたいっていうのが今の一番大きい僕の気持ちです。ということで言っておきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。